宮本久也は、日本の教育者。東京都立八王子東高等学校、統括校長、元全国高等学校長協会会長、八王子市消費者教育推進会議参加者、田崎財団理事。和歌山県出身。筑波大学第一学軍人文学類卒業後、日本史の教員として、都立高校の教壇に立つ。東京都教育庁指導部指導主事。 同主任指導主事、都立学校教育部入学選抜担当副参事、指導部高等学校教育指導課長、指導企画課長などを経て、2012年4月に東京都立西高等学校統括校長、2015年に全国高等学校長協会会長に就任。全国普通科高等学校長協会理事長、中央教育審議会初等中東教育文化会。 臨時委員、文部科学省広大接続システム、改革会議員など数々の審議会委員を兼任した後、2018年4月から、東京都立八王子東高等学校、統括校長。西高校校長として、ハーバードビジネススクールでの授業体験や部、活動重視の取り組みを通し、同校の人気を再燃させた。八王子東高校校長としても、 探究という独自の授業をはじめ特色として打ち出している。また、大学入試における英語民間試験の導入について高校現場から問題提起をしている。また、2019年6月より八王子消費者教育推進会議の一員も務めている。ありがとうございます。